今日はちょっと舞台出すの初めてなんでね。いつもは寿司握ってるんですけど、今日は手に汗握ってます。うまいね。うまいこと言ってしまいましたけどね、今日はね、新鮮なネタを持ってまいりました。うまいね。もう腹立つんですよ最近もね。何が腹立つかって、あの Google マップ、あの口コミにね、うちの店バラクソ書かれてるんですよ。 2.4 ですよ、 2.4 5段階で 2.4 ってもう最悪ですよ、もう。今日はね、だから書いたやつをね、一人一人ここで晒してやろうって思う。もうあのなんで。まず星一つ、いきなりタメ口で、高圧的な態度だった。おたまり。寿司屋とラーメン屋は高圧的な態度じゃなくてどんだよ。居酒屋行ったんですよ、この間。じゃあもうド M みたいなやつが来て、おい、入らられへんかなって言ったら、喜んでーって言って入ったと思ってるから、あ、入ったので喜んでんだとか、ド M やろうか。うちの店はそんなド M なんか、ド S の店だからな、うちは。本当にもういいかしろ、バカ野郎。星一つ、ドアを開けたら、ドアが外れたら、こだわりよ。そんなもん、うちはね、あの1缶50円とか60円とかでやってんだよ。そんなもんな、ドアなんか直す金があったらヤフンかわ、バカ野郎。どうしろ、バカ野郎。星一つ、至る所が汚い。付近で一応拭いてくれるが、付近自体が臭い。うるせえ。お魚の匂いが嫌いなんだったら、寿司屋に入らないでちょうだい。はい、星一つ、入った瞬間帰れと言われた。お邪魔し、顔が悪いのよ、雰囲気があるのよ。うちはお客さんを選ぶシステムなの。星2つ、お、2つの野郎みたいな。別れたい女とのデートにおすすめ。おいおい。うちでデートすんなの、この界隈でデートなんかするんじゃないわよ。この界隈でお寿司でデート、お寿司とかに100人早いわ。あんたなんかね、お寿司なんて言えないわよ。言えないよ、寿司だなんて。うまいね。次行っちゃうわよ。マグロ、イカ、ヒラメ、ウニ、タイを頼んだら、マグロが5貫出てきた。うるせえ、うるせえ、面倒くせえ、注文するじゃねえよ。一気に頼めよ、そんなもん覚えられるわけねえだろ、バカ野郎。サザエ頼んだら、カツオが出てきた。同じだろうが。頭の中でサザエさんになるんだよ。同じものを頼むと出ていけとは言われた。お前は安いもんばっかり頼むからだよ。イカ5貫とかって、お前はイカ奥に生きてんのか、バカ野郎。いかんよ。うまいね。なこと言ってる場合じゃない。星一つ、エビはカビカビ、マグロはネチャネチャ、タイはペラペラ。お茶わり、フグもペラペラでしょうが。フグを食べてると思ってタイを食べなさいよ。星一つ、60円50円の中にたまに高級な品が、ま、混じっているので気をつけろ。バカ野郎、値段違うの当たり前じゃないかよ。そんなもん50円60円で俺らガキの小遣いじゃねえかよ。家賃4万もするんだよ、家賃4万も。50円60円でどうやって家賃稼ぐんだ、バカ野郎。星一つ、1000円以下だと怒られる。ガクちゃんガクちゃん、おたまり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 、バーン。星一つ、頼んでないものをさ出されてサービスと思ったら金取られた。間違えちゃうのよ。サービスなわけねえじゃろうが。50円の寿司売ってる人間がサービスしてどうなるんだよ。俺は伊達安いけど寿司握ってんじゃねえんだよ。ボランティアじゃねえんだから。200円ほど多く請求された。まあ、だから間違えるんだろ。そんなもん寿司に一人で握ってんだよ。寿司握った手でそろばん触られたら嫌だろ、考えろ。星一つ、1000円以上になると、機嫌が良くなる。当たり前だな。それは嬉しいよ、そんなの。喜んで、もう1000円以上したら喜んで何でも出すよ。頼んだメニューを紙に書いたのに間違える。見えねえんだよ。星一つ、水にハエが入ってた。おだわり。お前がハエに使えるか悪いんだよな。色っぽい方は俺のせいにされても困るんだよ。お前の飲んでる水がハエが好きだったんだよ、バカ野郎。星一つ、怪しい生き物の出現率が高すぎる。うちは虫がやってくるほどうまいんだよ。何でかお前、野菜は虫が食った方がうまいんだよ。うちもね、寿司がうまいからいろんな虫が現れるわけよ。
ゴキブリがはぐれメタルぐらいに出てくる。うるせえんだよ。うちはね、無駄な接種はしないんだよ。俺は怪しい宗教に入ってんだよ。俺は魚しか殺さねえ。星一つ、茶碗蒸し入ったら虫が入っていた。だから茶碗蒸しだろ。こんなやつはね、無視しますわ。うまいね。大丈夫だよ、加熱してんだからさ。シャリがネチョネチョ。ネチョネチョじゃねえよ、うちのシャリは。ベチョベチョなんだよ。ベチョベチョってどういう感じかって分かってるか。米に朝って書いてベチョベチョ。あれ査定じゃねえかよ、お前。師匠クラスの数字だよ。ありがとう。おはんで食えよ。星一つ、安いけどまずい。おめえらしかどうかすんだよ。星一つ、夜中に腹が痛くなった。お前の神の稲荷が足りねえんだよ、バカ野郎。お前は神に怒りを発すんだよ、お前は。ゴキブリがどうのこうの言うからだよ。出てくる、ゴキブリ出てきたらどうするの、スプレーってやったら匂うでしょ。嫌じゃない。星一つ、たまに変な声が聞こえてくる。おたまれ。うちの裏はプロレスリングがあるんだよ。たまにウォーとか聞こえてくるんだよ。その横はちょっと危ないあるんだよ。たまに声聞こえるぐらい怖いけんじゃねえか。この界隈なんだからさ、もう酔っ払いの声よりいいじゃねえかよ、そんなの。星2つ、昭和で止まってるのにテレビだけ新しい。ドンキだよ。ドンキホテルで買ったんだよ。まあ、テレビとエアコンだけ令和ですね。あとは昭和だ。似てるじゃないか、令和昭和の一緒だろうから。星1つ、値段は安い、ド M は喜ぶ。な、怖いもん見たさで、いらっしゃい。はい、お、星2つあるじゃねえかよ。美味しかったです。うまかったのになんで星2つなんだよ。いい加減しろバカ野郎。ド M 来いよ、ド M。 ありがとうございました。ありがとうございました。